おはようございます。おはようございます。いやー、本日はだね、はい。恒例企画、スニーカーの方を紹介していきたいなと。あ、ファッション企画ですわ。まあね、NBA といえば、もうスニーカーって、スニーカーね、好きだから、言われてますよ。紹介していきたいなと、はい。思うんですけれども。はい。昔話もね、例のごとく、はい。前からもうおじさんよね。そうほんとね、ね。昔話ばっかりして。危ないよ、もう。これ、黄色信号だと思うよ、最近。ほんとに。まあね、もうほんとさっきもおじさんになったって話しかしないですからほんね。とだよ、もう。体がどうだなんだ。そう。体もさることながらさ、あ、これ結構精神もそうなんだそうね、みだ、たいな体じゃさ。なかったかもね、なんそうつってそう、むね。しろ精神の方だったんだっていう。そういう気づきもあり。あり。例のごとく今日も、スニーカーの方紹介していくんですけれども。前回は、シュプリーム SB 紹介したんだっけ？二足。そっか。ハイカット、ローカット。ラメル G のね。ラメル G。いや、あれも、なんかね、たくさんの方に見ていただいて、本当にね、そうですね。ありよがとうくございま回っす。て。今回、我々、もうスケーター卒業しちゃったけど、大変お世話になった当時、文友もよう履いてました。僕もよう履いてました、も入ってたね。もう何足入ったのか分かんないぐらい入ってたう。ね。でね、これ日本人の方々も、スケートとか関係なしに、お世話になってる人たちいっぱいいると思います。ナイキもそうですけど。そんなスニーカーをね、今日は紹介していきたいと思いますんで。ぜひぜひ、ついてこいよ。ちょっと待って、よくわかんないんで。事前に言って、そういうことするんだったらさ、もうダメなのよ。今、どうオープニングにつなげようかなって考えちゃって、全然あかんかったダメだっわ。たダメでしたね。このわ。ぐらいおじさんになったってことだよもね。う、ほんとね、そう、こういう、なんか、滑るギャグしかもう思いつかなくなってきますからそうね。ですね。今日はよろしくおよ願いいろたしくお願しまいいたします。す。今日のスニーカーは、こちらでございます。じゃじゃん。じゃん。シュプリームバンズなんだけどうね。わこれ、ほら。ー。うわ。箱テンション上がるでしょ？シュプリームのロゴです。バンズ。このバンズ、そしてシュプリームの、コラボっていうのはさ、もう我々20代前半の時からもうずっとやってたコラボじゃないですか。やっぱもう、毎シーズン毎シーズン、必ずと言っていいほど、シュプリームさんとバンズさんは、コラボをして、大体、シューズ、販売するんですけれども、これも、前回紹介したシュプリームナイキ SB のダンクと同じ2023年の AW に発売された、バンズでございます。これがかっこよくてね、ちょっとちらっとね、もうちょっとデザイン映ってるんであれなのかもしれないんですけど、あまりにもかっこよすぎて、ぜひ紹介したいなと思って。何パターン出たんですか、それ。型はオールドスクールとハーフキャブかな。とりあえず開けていきます。とりあえずね。じゃあちょっとオープンしていきます。わっ、これ取説入ってますよ。これ、トリセツっていうのは入ってないの？入ってたっけ？わかんない。あんまり俺は見なね、いよね。シュプリームバンザー買ったことないんだよ入ってたかな。でもこれね、ジャパンバンズ、バンズジャパンの、あれだもんね、日本語だし。見てください、もうね。やっぱこういうとこから見ちゃいますよ。やっぱこの、包み紙がチェッカーロゴなんですよ。やっぱチェッカーロゴといえばバンズ、よくあるじゃないですか。ね、こういうところからやっぱバンズ感を出してきます。しっかりと。いいですね。ちょっとじゃあ開けていきますよ。はい。はい、こちらでございます。わじゃじゃん。ー。うわー、イエーイ。見ました？見ました。このエキゾチックですよ。ヒョウ柄うのわー、攻めてますね。オールドスクールです うよ、皆わさん。これー、かっこいいかっこいいよねー。ねー。これさ、ちょっとまだしていきますよ。これさ、何色展開だったっけな、これ。
ブラックとオレンジと、うん、何色だったっけな、まあ、3色ぐらいだったんだよ確か。あ、そうなんだ。ネイビー、ブラック、オレンジだったっけな、うん、なんかそんなような3色展開とにかく、うん、まあもうオレンジ以外ないなってことでちょっとオレンジ行ったんですけど、覚えてないってことはもうオレンジしか見えてなかったんですよね。もうオレンジしか見えなかったこれはもうオレンジが間違いなく一番いけてるだろうと。かっこいいですね。でまあ例のごとく履くつもりで買ったのよちゃんと。本当に？はい。それなんか恒例のように。これだと別に今そんなプレネとかも全くと言っていいほどついてないし、超普通に履けちゃう、履いていいんだけど、ちょっとやっぱまだ履けてはいないよね。鑑賞用になってるよね。なってるよね。これ見ちゃうじゃない、こう結構凝ってるぜこのオールドスクール、うん、まあまずまあスウェード生地はもうスウェードがベース、うん、まあオールドスクールらしい感じのデザインになってて、はい、うん、でまあこのバンズのまあこのね、うん、波をバンズといえばもうサーフィンですから、ね、波をこう模したバンズのロゴデザインはレザーです、はい、うん、でこのヒョウ柄の部分、うん、レオパードの部分はこれなんかふわふわした、うん、あの生地になってて、うん、まあやっぱりちょっと質感で、うん、ちょっと夏はあんま履けないかもしれないけど、うん、まあちょっと秋冬とかにぴったりな、ちょっとロックな感じもしますし ねロックな感じもね、うん、するし、で履き口のところはレザーで、まあ、あ、レザーなの、レザーになってる。あ、本当だ。だこれ、うん、結構さ、うん、履き口がレザーだと、うん、スケートとかで使うとさ、うん、まあスケートじゃなくてもあれなんだけど、うん、靴擦れすんのよ結構。まあそうね、うん、意外とバンズって、うんうん、実用的ではないよ、ね、そう実は、うん、だからそういう意味では結構なんだろうな、バンズフリーク泣かせっていうか、うん、スニーカー履く人泣かせなんだけど、うん、まあでもやっぱ明らかにレザーの方がかっこいいしね、うん、オレンジのレザーっつうのかっこいいじゃんね、うん、デザイン的にもさ、うん、でこれあの今あれだったんだけど、うん、まあやっぱ、まあ、スプリームとコラボだからもちろん、うん、ただのオールドスクールじゃなくて、うん、やっぱスケート仕様になってるんですよより、うんうん、でこれプロクッシュって書いてあるよね中に。プロクッシュ、プロキャッシュ、プロクッシュって書いてあるよね、うん、きっとね、うん、これ多分さインソールがやっぱ分厚めなんだよ、うん、あのスケート用に、まあ、スケートボーディングって書いてあるし、うんうんうん、そういう意味ではまあよりスケートに特化したような形になっていると、うん、でほら話してたチェッカーロゴがかかとのこのうわ中に中に施してあります。さすがだよね。すごいね、こういうとこも気を使って、ね、結構これ作り凝ってるよ。凝ってるね、うん、まあシュプリームのコラボのバンズだと、うん、昔まあオールドスクールももちろんゲットしたこともあったし、昔のだよ、でももうだいぶ、うんうん、あとチャッカとかね、うん、あるけど、あ、チャッカもあったね。あった。俺ブルーのさスウェードのチャッカ当時何年だあれ2007年とかの AW かな、うん、行ったんだけどあれもずっと入ってたわ、うん、あの時期にダブルタップスもクロスボーンのチャッカとかさ、うん、あのバンズやったりしててさ、やっぱバンズでやっぱナイキと同じぐらいやっぱストリートのカルチャーにおいては普遍な、うん、やっぱシューズじゃない、うん、やっぱ未だにねこういう洗練されたデザイン、うん、攻めてるけど洗練されてると思うんですよ、うん、である時から現れたこのねヒールの部分のシュプリームの刺繍とか、うん、これもまあまあまあ結構昔のバンズシュプリームコラボから、うん、あのやってるデザインなんだけど、うん、まあ、今回はこれもしっかり入ってて、それなんかあれじゃない、うん、ジェフローリーもさそこにモーターヘッドとか入れてた、ね、入ってた、そのロゴで入ってたわ。エビシマート落ちたねそうなんですよ。いやほんとまあ当時の話をするとよ、やっぱり、まあ、今ジェフローリーって話出たけど、まあ、バンズの当時、うん、今もだよね、今 もうもちろんバンズだろうけど、うん、ジェフローリーっていうスケーターがいたんです。レジェンドです。レジェンドです、まあ、今もいますよ、はい、ね、いや彼に魅了されてやっぱりこうリアリーソーリーっていう、うん、フリップっていうまあチームのスケートチームの、はい、まあ、DVD を当時、はい、フミトがね、ディレクターのフミトがですよ僕のところに持ってきたあの黄色いパッケージのさリアリーソーリーっていう、だから当時で言うとマークアップルヤードとか懐かしい
グーフィーのやつね。グーフィーのね。左利きの。そうそう。と、まあもちろんジェフ・ローリーもいて、素敵なチームだったじゃん。アリー・ボウララとか、ね。アリー・ボウララとかね。あのパンキッショナー。そうそう。つかスウェーデン人かなんかの。スウェーデン人です。あの、初めてあの ビデオ見たとき、アリー・ボウララのあの、特大ステアね。うん、いけるわけねえだろ、みたいな。あれ衝撃あったわ。あれ何度かトライしたもんな、そうそうそう、あのビデオで。あ、いけたんだって。あれいけたんだよ、確か。衝撃でしたね。いやあのビデオに、まあ、魅了されて、うん、やっぱそのジェフ・ローリーに影響されて、うん、まあ、バンズやっぱ履くようになったりとか、うん、だってやっぱジェフローリーモデル当時もあったじゃない。あった。でやっぱ ABC マートに買いに行ってさ、うん、ジェフローリーモデルのバンズやっぱ履いてスケートしたもんな、うん、めちゃめちゃ履いてたわ。かっこいいよね、うん、当時で言うとさ TNT トニートルフィオっていう俺は履いてた TNT TNT2 とかね、うん、履いてた、TNT2 もよう履きましたよ。ダサくてかっこいいんだよ。そうなの。ちょっとファットっていうかオタクっぽくて、そう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 。バンズのちょっとさオールドスクールとかシャープじゃん。シャープ作りが、うん、で、あのハーフキャブとかも結構シャープなんだよ、うん、どっちかって言ったら、うん、そうね、そう、うん、TNT とかのスケジュールってちょっとファットなんだよね、うん、ちょっとこうボテッとしてるっていうか、なんか機能みたいなね。そう、機能的、そうそうそう、なんかこうスケジュールって感じの形してて、それがまたね、うん、あのダサかっこよさが良かったりして、ね、懐かしいね。そう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 、まあバンズはお世話になったね。お世話になったよね。ただやっぱりこのオールドスクール、うん、はい、普遍的なんですね。やっぱ形はもうね、うん、変わらない、ずっとこの形、やっぱ安心するもんな、うん、これまあ未だに履くしね。未だに履くよね、うん、いやこれさ本当に俺久々に、うん、なんかシプリームバンズ、うん、ここ近年何年も俺スルーしてたんだけど、うん、新作が出るたびに、うん、あんまりなみたいな感じだったけど、うん、結構この攻めたデザインで、うん、このオレンジのやっぱ色にやられて、うん、久々に行ってしまいましたね。これはかっこいいよ。かっこいいね、うん、オレンジね。特にやっぱこうシプリームのね、うん、ウェアとか着てる人たちはさ、うん、やっぱりこうシンプルなね、うん、なんかパーカーとかシュプリームのパーカーに、うん、もう血のパンとか履いて、うん、履いてほしいわ。あ、そうね、うん、足元これでね、足元でこれで、うん、でスケートしてほしいね、うん、ファッション的にもやっぱそれがかっこいいと思うよ、うん、ビーニーとかシュプリーム全身でやるなら。そうね、もうそれこそグレーのスウェットとかでね、うん、シンプルめな、うん、もうスモールボックスロゴのさ、うん、なんかもうフーディーとかで、うん、あとパンツも、うん、ほんと無地のシプリームチのパンとか履いて、うん、かっこいいね。足元これとかだったらもうめちゃめちゃイケてると思いますよ。そうね、うん、でちょっとランプやるぐらいでね、ランプやるぐらいのね感じのテンションで、テンションでこれ履いてたらかっこいいな、うん、かっこいいね。これおしゃれですね、うん、これしゃれてるよね、うん、これはかっこいいっすよ。まあ、このやっぱ赤いさ、うん、あのバンズのこの、はい、タグが、ね、うん、まあ、シュプリームコラボだと、まあ、昔から下にシュプリームって本当だ、そうそうプリントされてたりね。へ、結構だからこだわって作ってるよね、やっぱね、うん、昔からこれは結構まあこだわって作ってるんじゃないですか、うん、なかなか。これ履いてよ。いやお前いやマジで履こうと思って買ったんすよ。うん、うん、なんだけどいや履いてそうなデザインだもんだって、せいやくんは普通に昔は兵庫、まあ、レオパードとかね着たり履いてたりももちろんしてたけど、うん、昔さ、うん、あのネイバーフットってブランドあるじゃないですか、うん、まあ昔シプリームともネイバーフットコラボしてアイテム出したりしてますけど、うん、滝沢慎介さんっていう、うん、まあアメカジのブランドですよ、うん、今も多分さ、原宿店、シュプリーム原宿店の下ネイバーフットでしょ、うん、まあ、ずっとネイバーってあそこじゃない、うん、で、まあ、コラボとかして多分きっとじゃね、今のシュプリーム、うん、の、まあ、人たちとネイバーフットの人たちのつながりがあって仲いいんだろうけど、うん、をもうなんかよくさ昔ネイバーフットの父のパンで横にレオパードの全くこういう本当、うん、なんか生地が使われてる、うん、あしらわれてるスノパンがあったりして、うん、それとかもめちゃくちゃかっこよかったんだよね、うん、そのネイバーフットのやつとか、
やっぱなんだろう、定期的にやってくるよね、このレオパードデザインをこう取り込んでくる感じ、うん、まあ、ネイバフトにしろダブルタップスにしろ、うん、やっぱシュプリームもしかりなんだけど、うん、で昔さあのシュプリームのてかレオパード柄自体がめちゃくちゃ流行った時期が昔あってさ、うんうんうん、まさにフミトも、うん、あのシュプリームのバックパック、このレオパード柄のね、うん、何代目か忘れちゃったけど、うん、あれも形ね、うん、やっぱ良かったやつ、うん、時に、うん、やっぱシュプリームレオパード柄をしてた時期もあったし、うん、あとこの生地のショーツとかね、うん、レオパード柄の、ま、あったんだ、もっと明るい色っていうか、うん、明るい黄色っぽい、うん、本当にレオパード柄のショーツとか、うん、昔2007、8年、9年とかぐらいの時の SS で出したりとかしてて、うん、やっぱその時のなんだろう、あの時流行ってたレオパードみたいな感じが、うん、やっぱここへ来て2023年、まあもう24年ですけど、うん、やっぱこう色あせないレオパードのかっこよさみたいなのが、うん、ここへ来てレオこの感じやるんだみたいなのがちょっと刺さっちゃって、うん、発表された時に。そうね、最近なんかね、うん、ハイブランドとかとコラボしてるイメージがあったけど、ここでね、ナシプリームが、うんうん、なんかここでここまたロックな感じというかね、そうそうそう、ストリートな感じもそうなのよ、うん、印象があるけどね、これかっこいい。それでさ、うん、まあ今2月、まあ、半ばぐらい、うん、まあ、後半に差し掛かりますけど、うん、先日シュプリーム 2024SS 発表されたんですよ、うん、実は、はい、で、まあ、今期ねヒューチュラって覚えてる？ニューヨークの、うん、ヒューチュラってまだあんの？あんのよ、いるのよ。ヒューチュラのロゴアンジャーのちょっとシュッていう、はい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 、シュプリームっていう、うん、今回あれ立ち上げにボックスロゴ出たからね、 T シャツ。そうなんだ、めちゃくちゃかっこいいですよ。やってんね、子さんからしたら。まあ、だ最近それのちょっとリバイバル系がさ、なるほど、結構さ、あの頃のニューヨークみたいな、ラメルジーとかもそうだったじゃない、うんうん、うわーって昔フューチュラとやってんの。フューチュラなんだよ今回アートワーク。そうなんだ、マジかみたいな。だからフーディーも出て、フーディーちょっといかなかったけど、うん、T シャツだけ行って、だ今回ね、またバンズももちろんコラボやるだろうし、うん、で今ハイブランドってね、まあ、フミトから出たけど、マルタン マルジェラとシュプリームやるんじゃないかって噂も出てんだよね、リーク情報で。大変だよ、まあね、ヴィトンとやった時はすごい衝撃だったけど、うん、マルジェラとやるのもさ、当時のだってシュプリームからしたらちょっと考えられないじゃない。まあね、でも今はもうそういう層からも求められてんだろうね。ねえ、ね、あんまりそこのなんか境界線がなくなってきてる感じがするというか、うん、そうそう、だからちょっとね、今期 2024SS のコラボ系もすごく楽しみなんですけれどもね、うん、まあ、ちょっとそれに先駆けて、はい、まあ、ちょっと去年の AW2023AW に出たちょっとバンズを今回ね、うん、紹介したいなと思って、うん、ちょっとね、そういえば買ったわっていうんで、これはかっこいいよ、うん、ちょっと引っ張り出してきたんですが、これいいよな、うん、いい、履きてえな、履くのかな履かねえかな履かねえんだろうな、これのやり取りみたいになってるんですけれどもねそうだね、はい、そう、うん、いや、そうなんだよね。やっぱバンズかっこいいな。かっこいいよね。うん、やっぱオールドスクールかっこいいよね。かっこいいね。スケートするってなったら俺でもハーフキャブなのよ。やりやすさ。やりやすさは。あ、そうなの、うん、当時から。うん、もう本気出してっていうか、うん、もう超やりやすいっていうのはハーフキャブだったの、うん。でもハーフキャブかっこよかったね、うん。ハーフキャブも入ってたわ。今なかなか見ないな、街で。履いてる人、履いてる人あんまいないのかな、なんかそう気がする。ハーフキャブはあれスケートしやすいかった、いや、スケーターも多かったよね、うん、多かった、ハーフキャブ履いてる、履いてる、しかもちょっとこうスタイリッシュな、ね、かっこいいスケーター、うん、ハーフキャブね、うん、結構めちゃめちゃ履いてた記憶ある。ハーフキャブの、うん、あの俺パープルの紫のスウェードのあのハーフキャブはめっちゃ履いたわ。それ細パンのとこ、細パンの時、細パンいや、あなたは未だにスキニー結構ね、大体当時ね、スキニーが流行った時期があったでしょ。あった、シュプリーム、でも早かったじゃん。
まあ俺はなんか音楽から入っちゃったけど、まあね、スケーターもね、それこそだからジェフ・ローリーとかもね、コスパンで、うん、ビーニーかぶって、そうそう、かっこいいだね、ネブシャツ着て、うん、あれがかっこいいんだわ。いいよな、キックフリップが綺麗なんだよ。綺麗だし、本当にビッグセクションも悠々と行くじゃない。そうそうそう、うん、懐かしいね。あーそこから始まったもんな。始まったな、あのディープスケートビデオから。本当に死ぬほど見たもんね、うん、あれを見てテンション上げてスケートしに行ったからね。スケートしに行ってた、うん、懐かしい。だからそっからやっぱバンズは入ってるかな。うん、まあ永遠ですね。永遠で、永遠ですよ。もうマスターピースだよね、うん、やっぱバンズっていうのは、うん、ファッションでもいけるし、やっぱスケートするのにも、うん、やっぱこんだけコスパいい。まあこれはコラボだからちょっとね、うん、お値段あれだけど、うん、スケートに使うにはちょっとコスパいいのかって言われたらちょっとあれかもしれないけど、うん、でもね、やっぱり普通の通常のラインのバンズとかは結構お値段も抑えめで、うん、ね、まさにスケートするのには、うん、うってつけというか、うん、やっぱだって消耗品じゃない。消耗品なんだよ、うん、スケーシューってのね。スケーシューってさ、うん、でスケートの板もとかもそうだけど、やっぱね、こんだけスタイリッシュで、うん、あのコスパも良くてっていうバンズは、うん、やっぱスケート、スケーター街からも愛されるし、うん、まあ普段履きでも履くしね、うん、そう、どこでも売ってるしね、ね、合わせやすいじゃない。そしてまあこれはちょっとね、デザインがあれだから、まあちょっといろいろ考えなきゃあれかもしれないけど、うん、まあ、やっぱりね、普通のブラックとホワイトのやつとかは、うん、ね、いまだにいいもんな。そんなバンズとね、多分これからもずっと組んでシュプリームやっていくんでしょうね。ね、またいいですね。そうですよ、2024年 SS のバンズもきっとやりますから、うん、まあどんな感じなのかね、うん、これも注目していきたいんですけれどもね、はい、ちょっとまたいつか履いてる履いてるやつも、まあ、そうねちょっとこれは本当でも履くつもりで買ったからね、うん、履きたいな本当。どうでしょうどうでしょうかまあそんなこんなで、はい、はい、まあ今回ね、はい、シュプリームバンズ、はい、オールドスクール、はい、紹介していきましたが、ええ、まあ2024年、うん、SS のシュプリーム自体も、まあどんなコラボ商品が出るのか楽しみということで、まあ今回は、はい、このオールドスクール紹介していきました。はい、はい、みんなもね、ぜひぜひ、シュプリームの動向を、はい、見逃さずにね、チェックしてもらえたらと思います。はい、お前誰やねんって感じだからねスプリームのスタッフでもねえのにないのに、ね、まあ、ファンだから、そう、やっぱりね、うん、自信を持ってますから、ね、そうよ、もうプレゼンしたいなっていう気持ちでやってますんで、はい、本当気持ちだけでやってますんで、気持ちで、気持ちだよっつってねタクロ出るけどねタクロが、タクロがね、まあまあまあそんな感じでそうよ、またスニーカーね、タイミングで、はい、まあ、ウェアとかもね、うん、まあ、また紹介できたらいいなと思ってますんで、はい、ぜひぜひファッション企画楽しみにしててください。はい、バンズシュプリームオールドスクールでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。